みんんんなな好きなもののえたただねいっちゃんは何にしたの私は焼きそばパンと焼きそばパンと焼きそばパンとや焼きそばパンだけああいっちゃん焼きそばパン好きでサラダとか食べないの栄養のバランスも偏りそうだけどそういうの気にしたことないかもでも。 さっきも結構偏ってると思う。ご飯がお菓子で、おやつがその買ってきたパスタでしょそ、そんなことないよ。ちゃんとパスタはご飯として買ってきたし。購買って、こんなに色々お菓子が置いてあるのね。そうなの。これなんて最近出たばっかりの新作お菓子だよ。そうやってお菓子ばっかり買って。 いっちゃんだって焼きそばパンばっかりじゃん。ふふ。あ、こんにちは。いちかちゃんも購買にお昼ご飯買いに来たのあ、うん。買い物は済ませたんだけど、これをもらっちゃって。購買部の商品に関するアンケート。欲しい商品や既存の商品に関するご意見、ご要望をご記入ください。うん。私、 焼きそばパンが好きなんだけど、時々、マヨネーズもかけたくなるんだよね。だから、小袋のマヨネーズも買えるようにしてくださいって書くつもりなんだけど、どう思うこんな自分勝手なこと書いちゃっていいのかな <laughs> いいんじゃないかな。お客さんの素直な要望が知りたいんだと思うし、あ、サラダをマヨネーズで食べたい人もいるかもしれないよ。 だから、マヨネーズが買えるようになったら、そういう人たちも喜ぶかも。怖ねえ。うん。ありがとう。じゃあ、正直に要望を出してみるね。ねえねえ、今日お弁当作ってきたの。よかったら、おかず交換しようよ。うん、いいよ。あごめん、咲き。私はいつものこれだから。出た焼きそばパン いっちゃん本当に好きだよね。でも、そっか。みんなでおかず交換っていうのをしたかったな。大丈夫。これからもまだまだ機会はあるよ。うん。今度、私もちょっと頑張って、お弁当作ってくるから。おぉ、いっちゃんのお弁当、どんな感じか見てみたい。絶対だよ。楽しみにしてるからね。 部活の話し合いで昼休み潰れたな勾配に行く時間もないしご飯は別に食べなくてもいいか朝比奈先輩こんにちは今から勾配に行くんですかそのつもりだったけどチャイム鳴っちゃいそうだから教室に戻るところだよひょっとしてお昼変えてないんですかだったらこれどうぞ 焼きそばパンはい。とっても美味しいんですよ。いつも二三個買っているので、よかったら。って、そうだ。先輩、こういう惣菜パンって好きじゃなかったりしますかうんうん。そんなことないよ。じゃあ、お言葉に甘えてもらっちゃおうかな。よかった。ぜひ食べてみてください。<laughs> ありがとう、星野さん。 大事に味わって食べるねいっちゃんってばまた焼きそばパン買ったのほんと好きだね星野さん初めて一緒にお昼食べたときも焼きそばパン食べてたよねうんおいしいから <laughs> 好きなものはどれだけ食べても飽きないよね焼きそばパンはもう売り切れちゃってる 他に何かかああるかなあコロッケパンえっと有名精肉店の名物コロッケをサンドしましたか今日はこっちにしようかなすみませんこれ一つくださいふっーんさっき今日ずっとテンション高いねうんだって 今日は世界で新作スナック食べ比べ大会をするんだよ。私の好きなポリポリチップスの限定品もゲットしたから、早くみんなと食べたいな。限定品何味のポリポリチップスなの普通のお塩だよ。でも、限られた農家さんしか作ってない伝説のジャガイモを使ってるんだって。で、伝説のジャガイモなんだかよくわからないけど。 すごそう。でしょあ私今、数量限定焼きそば2倍パンを勾配で買ってたいっちゃんと同じくらいテンション上がってるよえま、待って私、こんなにテンション高かったのわーこの雑貨屋さん、面白いものがいっぱいあこれ、食品サンプルのスマホカバーすごい ケーキとか目玉焼きもある。そうだ、焼きそばパン探してみようっと。<laughs> いっちゃん、きっと喜んでくれるよね。ねえ、いっちゃん、あっちに焼きそば売ってるよ。一緒に買いに行かないうん、いいよ。みんなの分も買ってくるね。<laughs> 私たたちがライブやったら、いっちゃんが MC 担当するんだよね。楽しみだな。 あそっかああいうのってボーカルが進行することが多いんだっけ何話せばいいんだろういっちゃんが今ハマってる焼きそばパンはどれかとかほなちゃんが好きなアップルパイの話とかでしほうちゃんなら「今から MC の話なんて気が早いもっと練習でしょ」とか言いそう出たさっきのモノマネ 私が真面目にバイトしてたおかげだから。ほら、あがめて。ははー。感謝します。シほちゃん様タピオカ備えさせていただきます。私、焼きそばパンしか持ってないの。あ、喉飴ならあるよ。どうぞ、シほちゃん様冗談だから、全員でボケないでよ。そう考えると、 焼きそばパンは炭水化物を炭水化物で挟んでいるのね。これだと糖質がすごく高いかも。そうなのでも、美味しいよ。